人は誰もが猛獣使いであり、その猛獣に当たるのが各人の正常だという。俺の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。これが俺を損ない妻子を苦しめ友人を傷つけ、果ては俺の外見を書くのごとく、内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば、全く俺は、 俺の持っていたわずかばかりの才能を空飛してしまったわけだ。人生は何事をもなすにはあまりに長いが、何事かをなすにはあまりに短いなどと、くじ先ばかりの傾向を浪しながら、事実は、才能の不足を暴露するかもしれないとの卑怯な器具とコックを糸う体だとが、俺のすべてだったのだ。